ありがとうございます。久しぶりですね、かな。いや、ほんとっすよ。全然呼んでくれんすもん。呼んでくれたかと思えば、パンフレットの作成で。みたいな。竹島行った効果が、本日は出てる。効果出てるよ。いいピンピンだよ。俺参りかな。煮詰まる前に一回休め。これ、練習持ってきますわ。竹山に、プレゼント聞かせて。そうです、ちょっと朝バタバタして家出るときちょっと忘れたんで。なんかネタなんかあるかな。ネタっていうかね、最近ちょっと気づいたことがあって、あの山口の某先輩がいるんですけど、今節のあの人と一緒になるとなんか成績が悪いっていうのに気づいてまして、お前も平和島で成績良くなかったし、ましてや一緒のレースだったらボン6だし、なんかダメっすね。いや全然っす、だらけちゃうっすね。一緒にいつもタバコ吸ってるんで。昨日33とか言ってた。井口止まってましたもんね。一周2万とか前半終わって、あのプロペラの指導をしといて。ファンの皆さんに聞きたいことはあるんですか。こっち今日もね、ちょっと T シャツも着ていただいてますけれども、そっからね、勝ち馬のボールも取れます。あ、マジっすか。してますね。じゃあ、いざこさんに聞いてください。嘘です。いや、まあここだけの話です。じゃ本当はね、あの勝ち釜でカミングアウトしたかったんですけど、走る機会がなかったんで、はい、で向こうちょっと大舞台だったんで、ちょっと一発と。本当です。遠いですけどね。なんか俺も聞いたんだけど、なんかこんがらがってきてよくわかんないんだけど、ばあちゃんの兄弟の感じです。俺、母ちゃんに言われて知ったんですけど、で中道ん家行ったら、中道の母ちゃんもそういう話してて、通りでなんか似てると思ったって言われて、ええみたいな。似てるかみたいな。僕は言われるってことは多少は似てる。僕は似てないと思ってます。はい、あんなやつと親戚って思われたくないから。今まで隠してきたんですけど、いや本当選手もちらほらしか知らなくて、でも関係者は一切知らない。またちょっと次、あの家系図まとめてきます。はい。優勝した。あ、弟子やん、それ。いや、そうなんや。ちょっと、死ぬよ。俺のだから、ないんだって、基本的に。一応、今回、多分、僕、初めましてで。はい。よろしくお願いします。お願いします。見たことある、勝ち釜。勝ち釜、ちらっと、なんか、あの辺で、こう、西山さんとかが、なんか、反省会みたいな、しようやつ見たことある。お互いのガラスを、こう、の位置につけて、そうですね。うん。磯部といえば、ですよね。ギャンブルっすよね。やっぱり。これがなんか彼の生命力というか、はい、もう源になってる。そうですね、もう命の源になってるような気がしますね。いやまあ何でもやりますよ。競馬も競輪も全部出だすんや。ほらでももう最近全くやってないですけど、額はほんまに僕の家2軒分ぐらいは多分やられると思います。じゃああんまりね、ガースーとは喋ることないですよ。ペラが違うから。レーススタイルもね、生き方がもう真逆ですからね。お前が訓練時代になって、お前はレバー落とすなって言われてたんですか。レバー落としたらお前はターンできないっつって。だから今のあの牛はレバー落とさない走りになったんですよ。確かに確かに。羽村教官に言われとったもん。あれほんまに、そういう風に育ててくれた教官には感謝やね。今節あるぞ。今節はでも、まあ優勝戦に磯部と一緒に乗って、そこからなんかこう、磯部にプレッシャーかけたいですね。外からプレッシャー。いや待てマークするわ。磯部さん的にはこういう選手が外に出やすくない。いやまあそれすごい嫌っすね。もう S 遅れにしかこっちは期待してないし。スタートはね、常に自信はないんですよ。本当運だと思ってるんで、もうルーレットの赤か黒かみたいな勝負を常に。いいね。時々緑があるみたいな。そう緑が来たらごめんなさいっすね。なりますね。そうですね、これからもあの
伸びをつけてみんなを脅かせれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、これからも手足をつけてみんなを脅かせれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。今節は同期でちょっと優勝乗れるように頑張ります。準優も乗れんかったりしたら、いや、ほんまあるよな、ほんまあるよな。いや、磯部は大丈夫や、僕はもうマジでやるんよ。じゃあもうやらんと見せかけて最後振り返って、おお、いいじゃんいいじゃん、もう帰りながら、あ、わかりました。おう、立ち釜っていうチャンネルなんで、皆さんに立ち釜って言いながらちょっと決めポーズをしていただいてるんですけど、はいはいはい、なんかちょっと決めポーズ、あ、そういうの全然やってないんで、すいません、そういうタイプじゃないんで、もうこういうのはもう磯部に任せようかな、磯部。いや、まあ適当にも立ち釜とかやっとけん。いやいや、もう、もうやばいやばいやばい、帰る帰る、もう、みんなもう感染者の人数は実施したんですが、どうでしたか。で、決めポーズでした。シルバーとは3番、5番、オッケー、オッケーですか。オッケー。ちょっと本当に言っちゃうかと。ああ、完璧。取れた。取れました。